いつかアイドルの一番星になる。虹の夢アイカツ始めます。これまで私にはずっと不思議なことがあった。それは大事なステージに立つとき、自分じゃないみたいなすごいステージができること。そんなとき姫先輩が教えてくれたんだ。これ以上不思議な力に頼ってちゃダメだって。とにかく今は姫先輩のアドバイス通りアイカツ頑張るしかない。あーあー、うん、声は大丈夫、喉の調子も。だけど初めのうちは思った以上にすごいステージができて嬉しかった。だけどそれが何度か続くうちに、なぜかステージを終えると声が出なくなっていったわ。あの時の姫先輩の言葉、歌えなくなるなんて怖いから考えないようにしてたけど、明日ちゃんと姫先輩に話を聞きに行こう。この番組はバンダイマクドナルドとご覧のスポンサーの提供でお送りします。選ばれし星たち、先輩やっぱりすごいです。そろそろ来ると思っていたわ。はい、こっちよ。はい、今新しいプレミアムレアドレスの構想を練っているところなの。失礼します。わあ、これがそうなんですか。お菓子のモチーフが素敵。マイリトルハートの冬の新作ですね。ええ、今度のソロステージでお披露目するつもりよ。秋のプレミアムレアドレスもすごく素敵でした。姫先輩のドレスの中で一番好きです。ありがとう。ここにはいろんな資料が揃っているの。歴代の S4 のドレスやステージ資料が全部保存されてるの。へえ。そして初期の S4 歌組、ユキのホタル、伝説のアイドルと言われた人よ。あ、知ってます。ローラに教えてもらいました。
その歌声は儚い流れ星って言われていたんですよね。本名は諸星蛍さん、学園長のお姉さんよ。そうなんですね。よく見て、面影とかそっくりでしょ。そう言われてみたら学園長に似ているような似てないような。でもこの蛍先輩とこの前のお話にどんな関係が？私たちの経験した自分じゃないみたいなステージ、それを初めて経験したのが蛍先輩なの。ユキの蛍先輩。当時のトップアイドルで、もともとステージのレベルの高さには定評があったわ。でもいつからかステージ上で不思議な力に頼り始めて、アイドルとしての全盛期に突然の引退。ファンの間では今も幻のアイドルとして語り継がれているわ。引退したんですか？一時的に歌声を失ってしまったの。アイドルとしてそれ以上活動を続けるのは難しかったみたい。そんな。今は穏やかに暮らしておられるそうよ。そして学園長はお姉さんの辛い姿を誰よりもそばで見てきた。だから私が同じ経験をした時、学園長はアドバイスをくれたわ。こんなことが起きたのは私が二人目、そして次が私。そう、学園長はゆめちゃんのことをとても心配してくれているわ。同じ運命をたどらないように、蛍先輩に起きた悲しいこともちゃんとゆめちゃんに伝えておくようにって。なんだか怖いです。もしかしたら歌えなくなるなんて。ゆめちゃん、どうしたらいいんですか？私これから。私の時は不思議な力に頼らない自分になろうと思って愛活に励んだ。それから力は出なくなったわ。どうして蛍先輩は乗り越えられなかったんですか？わからない。でもゆめちゃん、強い気持ちがあればどんな困難も必ず乗り越えられるはずよ。はい。歌えなくなるかもしれない。どうした？声が出てないぞ。引っ込め。声が出ない。やだ、怖い。どうした、虹の？いえ、すみません。飯も残すって、何があったんだよあいつ。これ以上嗅ぎ回らないでくれないか。全ては虹野のためなんだ。大丈夫なのかあいつ、見てらんねえな。どうしたの？ローラ！ローラ！ユメ、大丈夫？そっか。ごめん、ちょっとよく分かんなかった。ユメの話難しくて。全部話した通り、ローラに勝てたのも私の実力じゃなくて不思議な力のせいかもしれない。何なのその力って。わかんない。時々なぜか自分が自分じゃないみたいな、すごいステージができることがあるんだ。
それは前から聞いてたけど。でもこのままだと歌えなくなっちゃうかもしれないって。え？何それ？ごめんローラ、これまでの勝負はなかったことにして初めからやり直したい。それは望むところ。でも別にさ、夢がどうやって勝ったとか気にしてないんだけど。力がどうとか言われてもよくわかんないし。夢は歌が好きで一生懸命歌ってきた。それって一番大切なんじゃない？私は姫様に憧れていて歌が大好きなだけ。でもそれって一番大切なんじゃないかな。それより大事なのはこれから S4 になるための戦い、本気の勝負。うん、本当のライバルとして、親友として、二人にどんな未来が待っているかすごく楽しみ。ローラやっと泣き止んだ。うん、ありがとう。待ってるよ夢。弱気なライバルなんてつまらない。前よりもっと成長してプレミアムレアライバルになってかかってきて。アイドルには時に予想もしない過酷な物語が待ち受けている。第二の雪の蛍を作ってはいけない。絶対に。それが学園長である私の使命だ。愛勝つ、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 愛勝つ。え？何？来たまえ。行くってどこへ？あの。ここって。ゆめちゃんも？失礼します。君に頼みがある。今夜のステージのアンコールにサプライズゲストとして虹野を出してほしい。そんな無理です。姫先輩の大事なステージに出るなんて。学園長、リハーサルもなくいきなりなんて無茶です。立ち止まっている暇などない。あの力のためですか？教えてください。何なんですかこの力って。おそらくその力はまだ眠る自分の才能を花開かせてくれている。雪の蛍にはアイドルとして潜在的な能力があった。君たちも同じであろう。しかしいつかは自分で花を開かせなければ痛みを伴う。ステージに立て、虹野。怖い。だから嫌です。でも S4 になる夢を諦めるのはもっと嫌。諦めたくない。どうやって乗り越えればいいのかは虹野が見つけるしかない。探し出すんだ、自分だけの答えを。急なことですまない。いえ、私も学園長と思いは同じです。私にできることは何だって。夢ちゃんを助けてあげたい。ステージに立つ者同士分かり合えることもあるだろう。私には手の届かない世界にも君なら一緒に行ける。虹野のことはよろしく頼む。
先輩の大事なステージ、絶対に失敗できない。でも怖い。私いつの間にかあの力に頼ってしまっていた。大好きな姫先輩のステージに出られるっていうのに、あの頃描いた私の夢に少しずつ近づいているはずなのに、怖いだなんて悔しいよ。お疲れ様です。ありがとう。アンコールまで3分です。はい。お疲れ様でした姫先輩。ありがとう。アンコール行けそう？姫先輩、私ごめんなさい。姫先輩、ゆめちゃんがこんなに苦しんでるのに私何もしてあげられない。そんなわかるの。私同じだったもの、ゆめちゃんと。え？ずっと不安だった、一人の時。そうだ、ゆめちゃん、これ。あ、プレミアムレアドレス。ゆめちゃん、このドレス好きだって言ってたでしょ。いいんですか？え？私のドレスは冬のプレミアムレアドレス、メルティホイップコーデ。お気に入りのドレスを着ると自然と強い気持ちになれる。二人で一緒にプレミアムレアドレスを着ましょう。はい。私がS4としてゆめちゃんの道を照らす星になる。ゆめちゃん、どんなに怖くても私がいる限り一人にはさせない。だから安心して。姫先輩。はい、よろしくお願いします。白鳥姫、行きます。虹の夢、行きます。
では不思議な力は出なかった。でもまだ怖い。もしかしたら歌えなくなるかもしれないなんて。私これからちゃんと一人で歌えるのかな。今日の成功は白鳥のサポートがあってのこと。問題はこの先、虹野がステージで独り立ちできるかどうか。私にできることは何でもやる。たとえ恨まれても。だから自分の力で輝きを取り戻せ。乗り越えろ、虹の夢。この番組はバンダイマクドナルドとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。